馬たちが招待してくれるようなイメージにしたいなと思ってます、はい、馬を見に来るっていう感覚よりもお家にお邪魔しますっていうような感じで入っていただけたらなと思ってます、はい、ヒルゼンという土地は100年ほど前からサラブレッドがいたという歴史があって、このヒルゼン地域に馬が非常に爆発的に増えたのは、明治の終わりぐらいになってからの陸軍軍馬育成場というのができてからです。ところが第一次世界大戦などを迎えて戦車の時代になってから馬というものがあまり陸にとっても重要視されなくなってきてから軍馬育成場というものが廃止になってくると、地元の農家たちに払い下げという形をとって、そこから馬がヒルゼの中に民家にもたくさん行き渡るようになったわけなんです。競馬もヒルゼで行われたことがあります。地元の人々が騎手になり地元の馬を使う、3年ぐらいにわたって、昭和の初めあたりにその馬が、ヒルゼを駆け回ったということがありました。気温だったりその美味しい草だったりっていうのがあって、馬のためにあるような場所だと思ってます。昔から観光業として G1 レースとかで活躍した馬たちをこの地に集めて見てもらうような事業をやりたかったんです。でそして、オールドフレンドのことが、遠征中に分かって、で調べるとマイケルさんという方が一頭の馬から始めたと、これはちょっとぜひともコンタクト取っていろいろ聞きたいなってことを。Old Friends is a retirement home for thoroughbreds. And the thing that makes it different from all these other really wonderful organizations that take care of horses in the aftercare is that we're open to visitors all the time. We do 3 tours a year, and now we attract nearly 30,000 visitors a year to come and visit these great old horses. Well, Silver Charm is our superstar. He's like the Elvis Presley of the farm. People come from all over the world to come and feed him carrots, and he's very cooperative, he's very nice to people, he's never bitten anybody, doesn't do anything bad. He's like the world's most perfect horse. These horses have done a lot for us already, and they deserve a dignified retirement. And people tend to think, because we think as human beings that we know all the answers to these sorts of things, that because they're out eating grass or hanging out that they're bored. The presumption is that they need us to have fulfillment, and they don't. In fact, the less we have to do with them, the happier they are. They get relaxed. We have horses here, we were warned they're going to bite people, they're going to kick people, this horse is nasty. And the reason we found out that they were nasty is because they were always being told what to do. And now that they are here, they literally tell us what to do. So up until this point in their lives, they have to be trained. And literally when they come here, they train us, and we try to figure out what each individual horse needs and wants and what their tendencies are, and then we just take care of them. These horses mean everything to me. また日本でやりたいんですって言ったら、お名前もいただいてです、ね、オールドフレンズいいレビューが使っていいですよって言って、で一緒にじゃあげましょうということでスタートした事件。3番アンバルブライベン、第4コーナーを迎えます。エーシントップコパノリチャード、1番外を回る10番サトノデプロマットで今直線コースに向かいました。先頭はここで3番アンバルブライベンか、 200m 通過したエーシントップ、外からティーハーフが一気に突き抜けた。2番手接戦、アンバルブライベン頑張っている。大外から追い込んできたアーソニックレニングランド、9番のティーハーフゴールイン。ティーハーフこれで3連勝、重賞初制覇。
やっぱこのティアハウも兄弟の中でも筋肉がすごく しなやかで柔らかい筋肉をつけてたと。本当に馬自体も素直でもうこっちの思うような状況をどんどん消化していって、それを力に変えていってくれてた馬でしたからね。本当にこうして今ヒルデンで、もう大事に育てられてもらって、でこれからまた第二の人生を、ここでまたファンの方もまたこう行って見て会ってもらってるのを見たら、もうすごく安心して喜んでいます。まあ、そんなに数多くの重賞馬手掛けできたってわけでもないんで、まあそのうちの一頭ってことですごく印象にありますね。僕ら育成からやってきた人間からしたら、もう十分頑張ってくれて、もうこれ以上何も頑張れとか言うあれはないんですけど、多分可愛がってくれる人は周りにたくさんいると思うんで、まあそういう人らに可愛がれながら、ちょっとでもいい幸せなその馬の人生を送っていってほしいですね。はい。一つ上のお兄さんが、全兄弟のお兄さんがいるんですけど、そのお兄さんと比べると、こうわりかし優等生で悪いこともしないし、体も小さかったんで、だいぶ可愛い印象で、いい子でした。最後に綺麗にして出してあげたいなと思ってやってます。もう競争生活はもう能力出し切って全うしたと思うんで、あとは次自分のできることをやりつつのんびりしてもらえれば、今度は長寿記録でも作ってくれるぐらいの感じで長生きしてくれればいいなと。だって競馬マラって一頭ね、そのヒーローが出るとそのストーリーがすごいじゃないですか。その親の世代から取り、それを今度取り出した人間から育てる、みんながこう携わっての一頭だから、いろんな思い詰まってますよ。オンオフがはっきりして、普段落ち着いてます、一旦その気になると派手に立ち上がったりやんちゃなこともしますということで紹介されています。はい。まあ、活躍した馬たちがやっぱり、どういう生活をしているかってことを、そういう情報を発信するとたくさんファンが来られると思うんですけども、そのファンの人たちと、まだまだこういうことやってほしいとか、こういうふうに見てみたいという声を聞いてですね、どんどんこう作り変えていきたいなと思ってます。彼に会いに、私も彼に会いに、京都から来ました。実際問題、その競走馬を引退した後って、そのどこに行くかとかはやっぱりみんなが知るわけじゃないので、でティーハーフもどうなるかわからなかったんで、そのどこにいるかとか結構探してて、でヒルデンさんね、ここにいるっていうの分かって、もそれだけでもすごい嬉しかったんですよね。本当に元気そうでよかったっていう安心と、なんかね、やっぱ会えたのと嬉しさで、やっぱちょっと込み上げてきましたよね、やっぱり。ファンの人たちがね、一頭に対しての思いがね、皆さんの思いがあるん でそれは本当もう人それぞれで、でいろいろこうそういう思いを聞きながらね、僕たちが何ができるのかなって、これからの本当にお仕事だと思いますね。やっぱり今まで一生懸命走ってきた馬なんで、ゆっくりとその現役生活からこういう次の生き方を馬自身がこう捕まえれるようなお手伝いをしていきたいなと思ってますよね。現在行われております RRC の競技、リタイアードレースホースカップと呼んでおります。まだ若い3歳の女性が競走馬時代も現在と同じ名前で、中央競馬を4戦、地方競馬33戦5勝という競走成績を持ちます馬。引退競走馬を少しでも活用していただいてですね、まあ、その馬たちのセカンドキャリアといいますか、乗馬や馬術にも使える馬たちなので、なんとかして商品にならないかということで、
ろいろ自分で、まあ、この放送をやりながら血統だとか競走馬時代の成績も調べてですね、その馬たちがどうやって競技に出てるかということも放送しているような状況なんですけど、引退するってことは今後の人生が第二の人生が始まるということでもあると思うので、それを僕たちがこうトレーニングして馬も役目が欲しいと思うので、何もしないのは役目だと思うので、この人生を作ってあげるためにいい馬だと思います。父も弟もみんなで頼られるように人が集まっているように頼られていました。If you look at what people globally are doing with retired race horses, first of all is the tourism. So these horses are very, many of them are quite popular, very well-known horses, and it's nice for people to come and see the horses. Then also education and welfare. This is a nice quiet place. Maybe they can work with horses. Maybe we can slowly train them. And maybe they can come here and learn something from the horses. だいたい引退した競走馬ちゃんをその飼育していくとかって、やっぱ常に支援で養うっていうのが大半だと思うんですけれども、そうじゃなくてやっぱり大馬たちが社会的な役割を持たせてあげて、馬を必要としてくれるような仕事だったり、そういったものを増やすことで馬たちがお金を作ってくれるみたいな、そういうふうな仕組みができたらいいなと思ってるんですけれども、オールドフレンズジャパンとしてはやはりそのまず見せる、ここのヒルゼンに集めてたくさんのファンがいつでも会える環境を作ってあげるという事業と、あともう一つその馬たちを利用してですね、新しい人材を育てていくという事業を考えています。で現在今僕も専門学校の方を携わさせてもらって、生徒さんたちがその有名になったまで勉強できるというような環境を作ってあげる。専門学校に入るってなった時に、新しいコースで馬のコースができるよって聞いたので行ってみようと思って興味もあったので来ました。めちゃくちゃ噛まれてる。かわいい。かわいいですね。こう観光牧場でもあるので、お客さんとかにこの馬はこうだったんだよとか自分から説明できるように、なんか馬の魅力を伝えられるようなという感じがある。いろんな人が馬のことを知ってもらって、もっと馬のことを好きになってもらえたらなと思います。経験ね、いろんな経験した馬たちに習って、その経験をやっぱこう感覚的に馬に教えてもらって、で一人のホースマンがまた新しい、職場に出ていくような、もういわゆるサイクル循環型の、馬に対する事業をやりたいなと思ってます。もう西日本でこれだけの規模でこのロケーションの馬場というのはここだけですから、サラブレッドが引退してもね、幸せな生活をしていただけるようにするのが、まあ、関係者含めて、みんなの役割かなと思いますしね、馬術競技の方だけじゃなくてね、競馬ファンの方がどんどん来てですね、馬そのものに対するその理解で、そしてそういうファンがですね、増えることを願っています。僕にとって馬っていうのは本当にもう人生全てであって、でまだまだ馬との関わりの中で自分の成長を楽しめていけるような存在ですね。ここでまず観光のお客様たちが200万人以上年間来られる、でそこでやっぱりその馬という存在を、サラブレッドという存在をやっぱり僕はもっともっと深く知ってほしいと、でそういう思いで、いろんなこの地域に根付いたような事業を考えて、でそれがやっぱり10年20年30年でまして今度次の100年までね、しっかり結びつけていきたい、でそれぞれの馬たちの役割を持って、みんなで守っていきたいというのがあります。